はい、パート2始めます。さっきね、放射線量についての、放射線測定した後のことについての、区民から陳情が出てるというので、これがその陳情文書表で、29日にこの特別委員会で、震災対策の特別委員会でこれを審査しますからね。で、これはご住所と個人のお名前が書いてあって、そこは黒く塗りつぶしました。で、これはどういう陳情かっていうと、区内施設、さっき言った小中学校も含まれる、ね、保育園幼稚園も含まれる、区内施設の放射線量測定で、高数値、高い数値が検出された場合、早急に除染等を行う所管横断的な処理班の設置を求める陳情と。だから測定した場合に高い数値なんか出た場合には、除染しなきゃなんないわけだから、それを、どこの所管だ、あっちの課だ、こっちの課だと言ってないで、そこからこうね、いろいろ人を出すなりして特別班を設置してくださいよと、それで処理してくださいよという、陳情なんですね。それ でこれは陳情の趣旨に書かれているのは、測定した結果高い数値が出ると立ち入り禁止の、措置をすると。だけど措置をしたからったって、ここにね、立ち入り禁止と書いたかってって、立ち入らないだけで何も処理はしてないわけだから、で、安全を超過している現状を把握したらば早急に除染等を行わねばならないと。そのために各所管の横断的な放射線処理班を設置し、効率よく処理する必要があるので、この陳情書を提出したと。で、陳情というのは議会に出してきて、これを採択すれば行政の方はそれに従って、ね、進めなければならないと、いうことなわけです。で、これは、中にその、11月1日から2週間程度の予定で小中学校、保育園、ね、それから幼稚園を、測定したと。で、その結果はさっきこうね、一部 ご覧に入れましたけれども、これはこういうふうに、幼稚園、保育園もいろいろやってるわけです。で、そして、これやっぱり 0.24、マイクロシーベルトパワーを超えた場合には、目黒の場合は大学関係機関の助言を受け、早急に対策を講ずるというんで、今回の場合はね、東京工業大学、うちの真ん前のね、で、そこの専門の先生のいろいろアドバイスをいただいたというわけですが、ね、それで、今回の中間報告の安全値を超過していた箇所があった施設は、この1回目の中間報告のではね、東山小学校、月下大原小学校、菅刈小学校、中目黒小学校、上目黒小学校、油目小学校、第一中学、東山中学、ね、こんなに8校もあった。だけれども、ね、で、さっきも言ったように、この給食室の裏側から高い数値が出たというんだけれども、それで、そこのこう除染とかしてないわけだ、現在は。で、早くやってくれよと。いうことで、こういう陳情も出てます。で、陳情といえばもう一つ、これはね、僕は、あれはね、今年の6月の定例区議会の時に陳情が一つ出ました。それは何かといったら、区民の声課長、ね、が、区民の声課に対して、で、区民の声課が担当でやっているので、弁護士さんを呼んで法律相談っていうのをやって、で、ところが、ある区民在住の人ですけれども、英会話の教材をネットで買った、それで自分が勉強してね、用済みになったんで、今度ネットで売ろうとしたらば、そのメーカー、販売してる方から、それはネットで売るのは違反だよというようなことで言って、その人いろいろ調べた。そしたら何でも違反、著作権の違反とか触れない。そしてその作ってる方と掛け合ったら、向こうの 弁護士さんが、顧問弁護士が間違ってましたと。どうぞネットで売って問題ありませんというので、区の法律相談の弁護士さんは、そんなことやっちゃいけませんよと、メーカーの最初の言いなりだと。それで、これは間違ったアドバイスなのか、大変だと、区民の声に行って、弁護士さんの名前教えてくれと、すぐ教えなければまた同じようなでアドバイスすると言ったら教えないと、ね、それで吸ったもんであって、いろいろやってた時に、じゃあ開示請求をしたら分かんのかと言ったら、こんなことで開示請求なんかするのは、あんたは異端者だと。ね、何よ、区民の声の人が、区民からいろいろ言われて、相談に乗んないで、あんたは異端だ、こんなことはないぞ、
何を言ってんだということで、そしたら9月の定例区議会の前に、いや、弁護士さんの名前をあれだ、相談してる部屋の外に出すようにして、だってその前もずっとやってたんだから。で、目黒区法曹会っていう弁護士さんの会があるわけね。それとそこで前に恨みを持って仕返したとかなんとかって、その目黒区じゃないんだけど、そういうのもあったんで辞めちゃって、ですぐ戻したわけ。陳情は別に継続ということで結論が出てない段階で、そのことを僕はネットで、ありのままを書いた。そしたら、区民在住の人がそれを見て、また区民の声課長だよということで陳情をお出しになって、でこれはね、表題が、区民の声課長の名前も入ってたの。そしたらまあ名前だけ、は取ってほしいという、そのあれだ、ことが委員会の委員長等の方、議長か委員長とかあって、もういいですよと。これだってね、区民の声課長で分かる。じゃあどういうのかっていうと、区民の声課長の区民無視な対応改善と金銭の返還を求める陳情。なんだと、これは金銭というのは穏やかじゃないぞというので、これは概略申し上げれば、今年の4月でこの人が、まあ、住民税を、滞納していたということがあって、納税課の方、ね、とこうやり取りがあった、うん、そして、それで拉致が開かないという、ちょっと行き違いとか、それから彼女の方の他にこう滞納している人がね、彼女こう個人の事業主でやっていて、分かってるからそれも調べてくださいと言ったら、まあ、いついつまでに、まあ、タクだけでも調べてったら返事がないというので、区民の声課に相談する。区民の声かってのはそうだからね、うん、いろいろトラブルがあった、それから、いうので区民の声かに相談をする、情報提供する。ただ区民の、電話に出た区民の声課長は、この人の詳細も聞かずにいきなり、あなたとは今後一切話しませんと、これらのことは区長に話すように言われても一切伝えませんと怒鳴ったって言うんですね。だけどもこれは区民の声かっていうのは、ね、区長にこれこれこういうことを伝えてくださいと言ったらば、伝えるのが区民の声かでしょう。うん、で、ところが、ね、そうにしないで怒鳴った。それからこの人が、区民の声かの課長に対して、区民は区民の声かにいろいろ主張する、権利がないのですかと聞いたらば、そうですと。そうですってのも、じゃあ区民の声かなんかいらねえじゃん、なのは。ね、まあそういうことがあって、それから金返してくれというのはどういうことかというと、この人は滞納していた額が、正確には再督促状が来たんだけども、夜中過ぎまで仕事してることが多くって、書類が、どっかに紛れ込んで確認できなかった。確か60万ぐらいだと、総額でね、何回かにわたって、それで、現金書き留めで、100万円送ったんだ。うちは40万なんだと言ったら、そんなにね、課長が電話切ったりね、とんでもないこと言うんで、いろいろ民間でそういう接遇っていうの、こういうお客さんとのやり取りを、研修するところがあるから、それでも言ってくれと、まあ、売り言葉に買い言葉みたいになっちゃった。で、ところが向こうからは、銀行の口座にね、で、あれだ、還付金なんていう名目で振り込んできたりね、還付金じゃねえったら、あれは、ほら、あれじゃない、確定申告なんかやって、ね、税額が確定すると還付してきたりとか、それから多く徴収しすぎちゃった時に還付しますっていうのがあったりね、いうのがあるんだけど、そんな還付金じゃ受け取れないというのでやり取りがあって、その、もう半年、約半年、40万が宙に浮いたまんま、うん、で、朝午前中なら連絡取れますよったってないというので、まあ、トラブルが続いて、それでまあ僕のブログで区民の声課長の例があったんで、まあ、出したというんで、この提出する前に僕連絡があって会いました、この人にね。で、まあ、29日、ちょうど僕が所属している企画総務委員会で、これを審査するということになって、まあ、陳情書の言い分はこう、だから相手の区民の声課長、本当にあったと、この通りかと言えば、事後処理をちゃんとしてないんだから。こんなことじゃどうしようもないよ。何のための組の声かちょっと分かんない。それと、ね、日付が、これが、25日の区報、一番新しいやつね、目黒区報。ね。で、この中に、チャレンジ目黒なんかやってさ、区長の、
笑ってる場合じゃないだろうよ、だね。それで財政難、健全化の必要性というので、書いてます。書いてるけどね、とんでもないよこれは。自分のね、180億185億に増えたんだ、削減するのがね、人件費40人分も削るというようなことで、それでやった、ここではね、何の責任もなくさ、区政に求められるのは社会状経済状況の変化に的確に対応した施策を展開することにより区民福祉の向上を図ることです。こんなことやってこねえからさ、なったんだよ。それで来年度からやりますって繰り返し言ってるけど、来年の4月には区長選があるんだね。もうこんなのごめんだよと、今の区長ごめんだよという声が目黒区内には充満してる。だって今から1年半前にこんだけ金が足んなくなるぞっての分かってたわけよね。うん、そしたら、そしたら今年の予算だよからいろいろアンバーができたのに、今年の予算はね、俺と一般会計で889億円余りで、去年に比べて 0.4%、 3億円増やして予算編成してんだから、これはもう新聞でも笑われたからか、なんだと。それは何かといえば、自分が来年選挙に控えてて、今削んないで次の期の時にやりますとかさ、やり方がせこいんだね。何もそれで自分が何、退職金3割削ったって、2100万から3割削って1570万ぐらいぶんだくっちゃうんだから、一気やってとんでもない話だよね。今度の世田谷の新しい区長さんなんかはあれよ、保坂さんなんか退職金を初めからいらないって言うんで選挙戦戦ってる。それから区長青木の場合にはあれだよ、月額報酬1割削減したと、退職金3割ね、月額報酬1割、1割ったって106万もらったやつ1割嫌いたって95、6万もらうわけだよね。それで全部責任はチャラだみたいな。それでなんだよ、区法でヘラヘラ笑った顔出してね、言ってることが自分の責任じゃなく、リーマンショックだに、世界中でリーマンショックあったって、特別区23区の中でこんなガタガタにしたのはこっちだけだね。うん、ということで、もう区民、僕に向かって怒鳴ってんか、俺区長じゃねえぞっつってさ、言って、そうだけども何とかしてよっていう話で、みんな腹膨らもう腹立ってるね。もう立ちっぱなし、もうたた腹の立たされ坊主になっちゃってるよ。はい、また続き、はい、今度はね、議会終わって早々にやりましょう。はい、最終日は12月の6日ね、寒くなってます、風邪ひいてる人多いです、気をつけてください。